そっちゃんのふざけ TV 久しぶりの料理動画、なんとね、去年の寒かった頃なんで3月か2月か3月頃から、私のパートナーさんがね、あのたぬきご飯のおにぎりを作ってくれてたんですね。で、今になってね、なんとこれコンビニで、ローソンさんで悪魔のおにぎりっていうのが発売されたんで、まあ、ちょっとね、同じ材料同じもんなんで、天かす、青のり、天つゆ入り混ぜご飯ということで、同じものなので、ちょっとね、どっちがうまいのか今からね、食べ比べてみたいと思います。ちょっと食べてみます。混ぜご飯やで、海苔も何もないですね。上手に食べなあかんね。よし。あ、こういう風に、天かすが、はい、こういう風に天かすがちらほら、してます。あくまでたぬきくんが、イメージキャラクターになってて、何かっていうとたぬきご飯っていうのは天かすのご飯やね、たぬきうどんっていうね通りね、たぬきうどんとか言うじゃないですか。それは天かすの入った、うどんなんで、たぬきご飯ちょっとね食べてみたいと思います。いただきます。うん、あ、うまいな。あかん、うまい。あかんわ。ちょっと待ってよ。あのね、青のりの風味があってうまいんですわ。天かすもばっちりうまい。うまいね。ちょっとね、後で食べ比べてみたいんで、これはこのまま置いときましょう。はい、じゃあね。これじゃあかんね。これじゃあかん。これ確かね、パートナーさんが作ってくれたやつのがうまい。手作りだしね。これもなかなかうまかったけど、作ってくれたやつのがうまいんや多分な。だからそれを今日は僕が作ってみせて、あなたにも作れるように、もう多分ねこれ販売終了しちゃうから、あなたにも作れるように、レシピを、紹介したいと思います。ぜひやってみてちょうだい。はい、じゃあ作るよ。一旦準備しまーす。作ります。はい、ほんなら材料やけど、天かすです。これ一番おいしいやつから、青のりから、めんつゆから、まあ、ごま油少々と、あと一味唐辛子が結構、アクセントになります。でね、あとはまあご飯をよそってきてください。まあ最後は混ぜご飯になるんで、そんなにね難しくないか、ちょっと見とってちょうだい。まず天かすをね、ご飯がどんなもんか自分で考えて、ご飯結構、お茶碗これだと4杯分ぐらいあるかな。だから天かすを、半分ぐらい入れたらいいんじゃないかな。これの半分ぐらい入れたね。こんなもん入れて、でめんつゆを入れる。ちょっとこれ新しいからね。めんつゆに浸しとくんよね。めんつゆ入れて浸しとく。こうやってね、めんつゆ入れて、はい、こうやって浸しときます。これね、結構希釈する、薄めるタイプのめんつゆやで、ちょっとね、そうみのつゆは薄めるタイプやで、ちょっと少なめに入れました。ちょっとね、これがタヌキが、揚げ玉のことね。タヌキが、ちょっと、馴染むまでちょっと待ってくださいね。ちょっとね、ふやけるぐらいがいいですよ。天かすがね、まだバリバリやけど、僕多分バリバリが好きやで、もう青のりもちょっと準備して、ご飯に、天かす入れます。ご飯に天かす入れます。ダーッと入れて。こんな感じでダーッと入れて、で青のり
青のりも振りましょう。青のりも、はい、青のり振ります。青のりが結構ね、いい仕事しますんで、ちょっと多めに入れたってください。かなりさっきこっちの市販の悪魔のおにぎりで青のりがいいなって思ったんで、ちょっと多めに入れましょう。で、あとはね、先ほどアクセントと言った一味唐辛子、パラパラパラ、もうちょっとパラパラパラ、それから、はい、ごま油ね、ごま油、たらーっと、であともう混ぜ混ぜするだけ。これたぬきご飯、もうここまででもうたぬきご飯はね、混ぜ混ぜしたら、うん、よしと、ご覧になれますかね、こうして混ぜ混ぜ、サクサク切ってくださいよ。ご飯の料理はね、サクサク切るように混ぜてください。あら、もう美味しそう。あら、もう、あら、もう、もう、あら、あ、いい香りしますよ。青のりのとにかくいい香りね。ごま油も多分いい香り、うん、あら、もうできたかな。これをね、ちょっとまずは味見してみたいと思います、うん、あら、うまい、うん、うん、できたね、できちゃった。そしたらね、今日はね、このあの縛りプレイで、このラップの小さいやつでやろうかなと思って、小さいラップでやれるかっていう。さて、おにぎりにしていくよ。こうやって握ったら完成やね。わっ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 ぐらいで握ったら完成です。個数分ね、はい、ちゃちゃっと作りたいと思います。さあ、ちゃちゃっとね、ここはもう早送りすると思いますけど、ちゃちゃっとこのね、小さいラップでやるっていう今回の縛りプレイはね、別に真似しなくていいですよ。なんでもない、ただでかいのがなかっただけっていう、もらい物のラップしかなかったっていう。よしと、1、2の3。おにぎりはね、おにぎりはこうですよ。なんつったらいいかな、おにぎりはこう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 、うん、もう分からんな、ちょっと説明しづらい。ちょっと握ってみようか。おにぎりふんわり握るには、よしと、おにぎりふんわり握るには、こう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 、ちょっとピント合わせるよ。こうここここと、ここここと、ここで、であとは上は押さえるだけね。ちょん、2、3ぐらいで、はい、完成。これがふんわりおにぎりの秘訣ですね。じゃあ残りのね、3個ぐらいできるんで、それはね、一風味を変えてみて、皆さんご存知の藤子さんです。はい、昆布ですね、塩昆布です。塩昆布をちょっと混ぜよう。まあ塩分、さっきの普通のやつで塩分結構いっとるで、そんなに入れないようにしましょうかね。でもまあ入れたかはどうだか分かるぐらいにはしてないとね。よし、まあこんな風に塩昆布を入れてみました。混ぜましょう。うん、まあ本当にサクッとできるね。で、出来たてはサクサクして美味しいかもしれない。サクサクが好きな人はもう自分で作るしかないね。うん、自分で作ってみて、あなたも自分で作ってみてちょうね。またあのこのね、縛りプレイじゃないけどね。よし、今日はね、縛りプレイっていう言葉使いたいだけかもしれんけどね、はい、よし、
いって。で、おにぎりさんをこう、これはもう縛りプレイヤー、こうして、で、さっきも言ったようにここと、ここでちょっと押してやるんですわ、横を。その時に上を三角にして、こう、こう伸ばして、こう3回ぐらい、3、4回が、3、4回がポイントですよ。一番ふわっとしてうまいですよ。ただね、崩れやすいのがあるんで、すぐね、すぐ食べるときは崩れやすくても問題ないと思うんですけど、お弁当とかに作ってあげるときはちょっともうあと 1,2 回キュッキュッとやってあげてもいいと思います。じゃあこの辺はまあ早送りですね。あのね、青のりの風味がいいですけど、昆布入れ出したら昆布の匂いがしてきましたよ。あら、見えてなかったかしら。こうやってできてきてますよ、おにぎりが。いくよ、最後ここと、ここと、ここのね、この、ここと、ここでちょっと押してやりつつ、上からキュッと三角に押してね、三角に、はい、こうやって押してやる。これを4回ぐらいキュッ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 で終わってあげると、すごくふんわりした美味しいおにぎりになるからね。はい、そうこうしとられちゃいに、あ、いじゃあ、じゃあできました。食べ比べや、食べ比べ、昆布入りがこれやね、これ昆布入り、昆布入り、はい、こちらが、ノーマル、ノーマルとできました。ちょっとね、お膳を、一旦片付けます。せーの、奈良さん、できたでさ、器に持っていくかな。できたで器に持っていきましょう。これね、立たないね。昆布味もできましたけどね。はい、できましたよ。こちらがね、今話題の悪魔のおにぎりの手作りバージョンです。天つゆに浸した揚げ玉と青のりと、あとはごま油と一味唐辛子でアクセントをつけております。で、こちらは、この黒いひょろっとしたのは塩昆布でございます。さらに、アクセントが効いて、こちらもおすすめだということなので、前いただいたんでね、パートナーさんから。今日はね、その味を教えてもらいましたので、皆さんにもぜひ試してみてください。さあ、試食してみましょう。とにかくね、持ちづらくてボロボロどうせ崩れるんで、結局またラップに戻します。この子にしようかな、この子。いただきます。まずはノーマルの子からいただきますよ。はい、いただきます。うまいね、うまい。あのね、ちょっと貧乏飯系やね、これ。あのね、揚げ玉だけでね、こんだけ美味しいのは最高やわ。うん、安い食材でできるからね。うん、たぬきご飯おにぎり、悪魔のおにぎりね。結構ね、青のり入れて正解かもしれないです。うん、じゃあちょっと昆布味も食べてみましょう。プラス塩昆布、いただきます。うまい。もう塩昆布どうとか、まあ、あんま関係ない。うまい。
このサクサク聞こえますかね。こちらね、あのお好み焼きやたこ焼きだけかと思いきや、このたぬきご飯にもぴったりに美味しい、うん、めちゃくちゃ美味しい味出ますね。あとはね、あのパートナーさんと、今日はね母がいるんで、パートナーさんと母にあげたいと思います。僕はね1個余分にできたんでね、僕だけね内緒で1個いただきたいけどね。はい、ほんじゃあね、どうしような、どっちが勝ったかじゃなくて、どっちが勝ったとかじゃなくて、これもあの市販のものとしては美味しかった。ただね、あのもう食べとる時冷たいんで、ちょっとチンしてもいいかなと思いますよ。まあ販売がちょっと終了するかもしれないんで、皆さん急いで、私の編集の力だと遅いかもしれない、もう販売終了してるかもしれない。もう終了してたらご自分で作るしかないので、今日のやり方ご覧になったでしょ、超簡単でしょ。ぜひあなたもね、あなたもぜひこの天かすにめんつゆを浸してご飯に混ぜるときに、青のりと、唐辛子とごま油だけやったね。はい、ぜひね、あなたもやってみてちょうだい。悪魔のおにぎりを自分で作ってみたという動画でした。あのね、激安な食材でって言ったけど、実はもうこの天かすちょっと高級やしね、あのさっきの青のりっていうのは本当ちょっとね、あれこんなに高いのって思わせるかもしれないですけども、ちょっとねあの高いんで、立派な晩ご飯になりますんで、あなたも作ってみてちょう。じゃあね、あとはね、このチャンネルの宣伝ですけども、つっちゃんのおふざけ TV では、このようなお役立ちレシピ動画や、おふざけが過ぎる面白い動画なども、配信中ですので、ぜひ皆さん、チャンネル登録をお済ましの上、ベルのマークをタッチして、通知を受け取るにしてくださいね。ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。もうチャンネル登録がお済みの方は、コメントくださるとすごく嬉しいです。励みになりますので、よろしくお願いします。じゃあ、つっちゃんのおふざけ TV、 ご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。キムチ、サムネ、キムチ、サムネ。